こんにちは、ゆうがです。今回はですね、青大将ちゃんの動画をですね、YouTube、Twitter、TikTok で、よく、もっと見たいですとか、いう動画をね、コメント、いただくので、ちょっと今回はですね、戯れの動画を撮ってます。はい。はい、こんな感じでね、この日はですね、青大将ちゃんめちゃめちゃ、近くに、来てくれたので、ちょっとね、こんな感じで、戯れてみましたという動画です。はい。結構なんかね、ヌシさんとのスキンシップ見てみたいですとか、そういったコメントもね、いただいたので、まあちょうどいいかなと思って、ちょっと動画にしてみました。はい。まあこんな感じでね、今回は、なんかすごい、こう、手に、こう、寄ってくるんですよ。で、まあ、いつもだったらこう完全にこう乗ってきちゃったりとかするんですけど、なんかこの日はですね、ここからどかずになんかこう顔だけというかね、上の方だけちょっと動かしてこういう感じで寄ってきたりとかして、まあめちゃめちゃ可愛かったんですよね。で動画にしてもいいんじゃないかなっていう感じだったんで、ちょっと動画にしてみました。こういう感じなんですけど、ちょっと近づくと近づいてくるんですよ。本当にこれ犬かっていうぐらいなんか慣れてますよね。はい、こういう感じで手を近づけてもこうペロ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 本当に犬かって感じですよね。まあ、この子を見てると本当にね、蛇じゃないんじゃないかってちょっと思う時がありますね。それぐらいなんかこう慣れてるというかね、何なんでしょうねこの子は。慣れてるとはなんかまた違う気がするんですけどね。まあ最初から結構おとなしかったんですけど、まあ飼育してこうさらに慣れてった感じですかね。前はちょっとねこう手とかでこう持ったりとかする直前とかなんかこうビクッ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 ってね、びっくりしてた時もあったんですけど、まあ、最近はねそれがほぼほぼないので、まあ、そういう意味でも結構さらに慣れたんじゃないかなと、思ってます。はい、飼育してからですね。まあ、これだけこう寄ってくるっていうのもすごいですし、全く逃げないっていうのもなんかすごいですよね。はい。めちゃめちゃ寄ってくるんですよ、こんな感じで。はい。まあこの青大将はちょっと結構珍しいかもしれないですね。はい、ということでまたこの青大将ちゃんの動画を上げていきますので、よかったらまた見に来てくれると嬉しいです。